メルセデスのルイス・ハミルトンは F1 マイアミ GP のスプリントでのハースのケビン・マグヌッセンとのバトルは全く問題ないと語った。マイアミ GP の F1 スプリントではマグヌッセンがハミルトンを執拗にブロック。道中4度のペナルティを受け合計35秒のタイム加算が課された。スプリント後にマグヌッセンはこの戦術について 後続を抑え込むことで前を走るチームメイトのニコヒュルケンベルグを逃し、チームとして確実にポイントを稼ぐことを目指していたと語った。まさに今年のサウジアラビア GP と同じ戦術である。抑え込まれる格好となったハミルトンは、マグヌッセンの戦い方には何も問題ないと明言。自身の戦術をつまびらかに語ったマグヌッセンの正直さを歓迎した。 つまり、彼は本当に正直なんだ。とても良いことだと思うねそうハミルトンはスカイのインタビューに語った。僕らは良いレースをした。いくつかの場所でギリギリのところまで追い込まれることがあったけど、それは僕が好きな戦いだ。僕はハードなレースが大好きなんだよ。僕にとっては、特にイライラするようなことはなかった。チームとして戦う上では、ああするべきだ。 ブラボーだよただマグヌッセンは、スポーツマンシップに反する行為があった疑いがあるとして、スチュワードに呼び出されることになった。なおハミルトンは8番手でフィニッシュしたが、セーフティカーが出動した際にピットレーンで速度違反があったとしてペナルティを課され、16位に到着。代わって RB の角田広樹が8位入賞を果たした。